春の花といえばこの花というくらい身近なチューリップ、別名ウツコンソウと言います。花言葉は思いやり。原産地は中央アジアから地中海沿岸。名前の由来はトルコ語で頭に巻くターバンを意味するツルバンから来ているそうです。花が咲くのは4月から5月頃、植え付けは10月から11月頃に行います。肥料も植え付けと同じ時にあげましょう。水はけのいい土に植えます。この時球根はカビや傷がないものを選びましょう。庭植えは球根2つ分くらいの深さ、鉢植えは球根の頭が地面から2センチくらいの深さに来るように植えます。乾燥したら水をたっぷりあげます。冬の間も根は成長しているので同じように水をあげましょう。また次の年も花を咲かせたい場合は、花が枯れた後も葉が枯れるまで水をあげます。植え付けの時にあらかじめゆっくりと効くタイプの化成肥料を混ぜ込んでおきましょう。日当たりのいい場所を選んで植え付けてあげます。冬、ベランダなどで育てる場合は乾燥しやすいので気をつけましょう。ポイント、極端に乾燥しすぎないように気をつけます。花が終わったら花柄を摘んであげましょう。花が終わって葉が枯れたら球根を掘り起こして日陰で干し、風通しの良いところで保管しましょう。色や咲き方が様々なチューリップ、春の兆しを知らせる花を植えてみてはいかがでしょうか。